はいどうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はドラゴンクエストライバルズやっていきたいと思いますが、今回はですね、ライバルズのリセバラについてでございます。ライバルズね、なんかよく攻略されてツイッターなど見るとリセバラ必須やんっていうのが多いので、ちょっと今回はね、リセバラの方法をご紹介したいと思います。まずは同意してゲームを始めます。するとちょっと通信中が入りましたと、ここでプレイヤー名を入力しましょう。まあここはね、まあミヒトということでね、M 打てばもういい人が出る。はい、ミヒトです。決定。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。するとね、こういう感じでちょっとチュートリアルが始まるんですけども、これね、スキップしてもらって結構です。ただね、なんかね、スキップを何回もするとなんかバグって先に進まないことが多いので、今回ね、飛ばさずにタップ連打で進めていきました。通信中が入りまして、戦闘のチュートリアルが入ります。かっこいいですね、テリー。懐かしいね、ジェシカドラゴンクエスト8とか懐かしい。さてここでですね、左上の設定ボタンを押せば、チュートリアルがスキップできます。もう戦闘は完璧にね、スキップしていきましょう。スティック棒だよそれは。さてやってった後、まだね、ここからチュートリアルが続きますので、戦闘がですね、合計4回ありまして、その4と全てスキップできるのでスキップしましょう。さあ2回目、スキップ、このチュートリアルをスキップしますと、はい、第3回目、チュートリアル3回目、これもね、ちゃんとスキップできるのでやっていきましょう。はい、左上のスキップ OK です。これで OK です。さあ4回目、これでね、バトルのチュートリアルはこれで最後になりますので、これでラストです。最後はいよいよ実戦形式で戦いましょう。すいません、私はチュートリアルをスキップしますと。はい、スキップ完了です。お見事と褒められるのでね、ここはパッパッパッと読んでいきましょう。まあ、これまでで大体2分くらいですね。でここで追加のデータダウンロードが入るんですけど、長いです。はい、ちょっと長いです。ちょっと長いのでちょっとカットしましょうか。それでははい、ダウンロード終わりました。8分くらいかかりましたけどね、はい、お待たせしました、ミヒトさん。はい、待ったけどもここはチュートリアルをパッパッパッと進めていく。さあここで重要なやつですよ。スタンダードカードパックチケット10枚、これが大事ですから。これでね、レジェンドが何枚も出たらリセマル終了かなって感じでございますね。はい、これでやっと始めることができます。上のね、プレゼントボックスの中に、チケットやらいっぱいありますので、まとめて受け取るで、受け取っちゃってください。受け取ります。受け取る。はい、完了。では、ショップへ向かってカードパックを購入しましょう。はい、これですね。スタンダードカードパックが13回、プラスゴールドで6回くらいかな。5回か。と、レジェンドが1枚確定で出るパックが1回引けるので、いきましょう。まあ、ここはちょっとスキップしていきます。で、これ、今のところ、はい。レジェンドは出ておりませんね。はい。レジェンドカードは、真ん中の名前のところにね、名前のところの左のところに星が3つあったら確かレジェンドです。なので、今出てないんですね。はい。ちょっとこれは、リセマラ続行のような気がしますよ。出ませんね。なかなかレジェンドが出ませんね。なかなか辛いな。じゃあ、ゴールドで。行きましょう。いや、出ませんねー、なかなか。いや、出ないな。なかなか出ないですね。まあ、最後はね、このレジェンドが1枚確定で出るよっていう、このパックを1回引いていきましょう。何かしらね、出るんで、一応1枚は確定なんですけども、さあ、よろしく、何が出るんだろうか。おろろ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 、一応ちゃんとレジェンド出ましたよ。マルティナさん。共通のカードなんで、シャドバでいうニュートラルカードですね。はい。ですがですね、このデータだと、リセマラ続行した方がいいんじゃないかなと思います。まあ、別にね、レジェンドカードがなくても勝てたりするゲームでもあるんですけど、レジェンドカードいっぱいあった方が、ちょっと分解とかね、こうやって錬金でカード作ったりできるので、どうかな。スーパーレアとレジェンドレア何枚ある？あー、うん。これはリセマラ続行なパターンですね。一応ね、レジェンドが 4,5 枚出ればもうやめていいんじゃないかなと思います。
それが自分の欲しいカードですね。以上がですね、一応リセマラの一通りの流れになるんですけども、1回10分くらいでできますね。皆さんもぜひね、あのリセマラをして自分の好きなカードを手に入れてドラゴンクエストライバルズ楽しんでください。この情報が少しのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。